登場は2024年年明け点々。新型クラウンエステート販売店の反響は、トヨタは2022年に先行発売された16代目新型クラウンクロスオーバーに続き、2023年から2024年にかけ登場する予定の新型クラウンスポーツ、セダンエステートのシリーズ3車種について、 新たな情報を2023年4月12日に公開しました。中でも発売予定が最も遠いエステートには、販売店でどのような反響が寄せられているのでしょうか。2022年7月15日に世界初公開された16代目となる新型クラウンシリーズは、これまでのモデルとは違い、新たにクロスオーバー、スポーツ、 セダン、エステートの4モデルで構成されます。まず2022年9月には、セダンと SUV を融合させた新しいスタイルであるクロスオーバーが発売されました。そんな中、今後登場する3モデルに関して、2023年4月12日にパワートレインや発売予定時期などの追加情報が明らかとなりました。 新型クラウンスポーツは、ハイブリッド車、HEV が2023年秋頃、プラグインハイブリッド車、フェイクが2023年冬頃に発売予定で、新型クラウンセダンは、ハイブリッド車、HEV、および、燃料電池自動車、セー、ともに2023年秋頃発売予定。一方、新型クラウンエステートは、 シリーズの中でも一番最後となる2024年に登場するといいます。ワゴンと SUV のクロスオーバーモデルである新型クラウンエステートのコンセプトは、洗練と余裕の大人の雰囲気を合わせ持ち、後席のフラットデッキとともに、機能的な SUV としてアクティブライフを楽しめるワゴンと SUV の融合、ボディサイズ、開発目標値、 全長 4930mm× 全幅 1880mm× 全高 1620mm、定員は 5m。セダンを除いた新型クラウンの SUV シリーズの中で最も大きいサイズの車です。パワートレインはガソリンエンジンプラスモーターのハイブリッド車、HEV、もしくはプラグインハイブリッド車、 フェープの2種類をラインナップ。エクステリアは大人の雰囲気が感じられる流霊で落ち着いたデザイン。ボディカラーには単色、モノトーン5色、バイトーン、2トーンカラー5色の全10色が用意されています。なお、2022年7月の世界初公開当時に登場した。鮮やかなイエローカラーは、 今のところカラーラインナップに見られないようです。インテリアは先駆けて、発売された新型クラウンクロスオーバーとほとんど違いは見られませんが、内装色にはブラックのほかブルーやベージュなどもラインナップされる模様。さらに鉱石を倒せばフルフラットとなり、車中泊やアウトドアレジャーなどで活躍しそうな広大な空間が出現します。 そんな新型クラウンエステートについて、販売店ではどんな反響が寄せられているのでしょうか関東のトヨタ販売店スタッフは以下のように話します。新型クラウンエステートについては、詳細がこれから明らかになるかと思います。他のモデルだとスポーツの発表は8月か9月頃セダンは10月以降くらいと見込まれるので、 エステートは年明け以降くらいなのではないかなと予測されます。お客様からは他のクラウンシリーズと比較して、似てから検討したいという声も多くあります。ただ今後のエステート登場のタイミングがまだはっきりと読めないのと、今まで発表1ヶ月前に予約といったような形をとっていましたが、このような方式が変わる可能性があるので、 詳細が公表され次第、改めてスタッフに問い合わせてもらった方が良いかもしれません。また別の販売店スタッフは以下のように話します。夏から秋にかけてセダンとスポーツモデルが登場しますが、エステートは一番最後に登場する予定となっています。来年の年明けと言われていますが、現段階ではっきりとはわからない状況です。 セダンやスポーツモデルが登場する頃に動きが見られる可能性もあるので、購入を希望されるのであれば、できるだけ早めに動いておくのが良いかと思います。新型クラウンエステートの発売時期は、ハイブリッド車、HEV、およびプラグインハイブリッド車、f ェ e ともに、スポーツやセダンに比べて、発売時期の詳細が明らかとなっていないため、 今後の動きが不明瞭なようです。新型クラウンエステートの続報が引き続き注目されます。